連絡しても出ないって。え？ちょ、なになに？それ何の話？別に浮いた話じゃないから、いちいち反応するなって。岡部さん、やっぱり辛いの？だったらテスターやめてもらっても。あ、いや、そういうわけじゃないんだ。ただまた気が向いた時にでも話してあげて。あの子も寂しがってるわ。わかった。もしかしてクリスマスパーティーの話か？楓さんとふぶきちゃん用ができちゃったって。フェリスちゃんはお仕事で、ナエちゃんも店長さんと過ごすことになってて、ダル君はユキさんと遊びに行くんだって。結構なことじゃないか。マイリもクリスマスは家で過ごした方がいいんじゃないのか？この前おじさんがケーキを予約してたぞ。お父さんに会ったの？家の近くでばったりな。マユリをびっくりさせるために大きいのを予約するんだって張り切ってた。そっか、じゃあその方がいいね。あ、言っとくが、今のは聞かなかったことにしてくれ。せっかくのおじさんのサプライズだからな。うん、わかったよ。でも、オカリンはどうするの？クリスマス。特に予定はないかな。うちはもともとそういうことする家でもないし。確かサンタさんにプレゼントが欲しいって言ったら、朝枕元にお野菜が置いてあったんだよね。どう見ても前の日の売れ残りのな。クレームをつけたら、うちはキリスト教じゃねえって逆ギレされた。が終わったら小見間があって、そしたらもうお正月。一年あっという間だね。そうだな。
かり、クリスマスパーティーはできないけど、お正月パーティーをするのはどうかな。みんなで初詣に行って、それからおせち料理を食べて、今年もよろしくって言って。ああ、いいんじゃないか。だよね、だよね。うん、じゃあ後でみんなに聞いてみるね。さてと、マユシーはこれからお買い物に行ってきます。買い物？うん、ふぶきちゃん用のコスでね、急に小物が必要になっちゃって。そうか、気をつけて行ってこいよ。うん、そうだ、オカリン、ルカ君がね、オカリンに何か相談があるみたいなの。あ、わかった、こっちから連絡を取ってみる。うん、お願いね。じゃあ行ってきます。ルカ子のやつ出ないな。どうぞ。こんにちは、ルカ子。よかった、岡部さん、ここにいてくれて。すまない、この前の件すっかり忘れてたんだ。それでさっき電話したんだが。え、本当だ、ごめんなさい、僕の方こそ気づかなくて。いや別にいいよ、それより寒いだろ、入ってくれ。あ、はい。あの、岡部さん、その相談の件なんですけど、実はその前に会ってもらいたい人がいて連れてきたんですけど、いいですか？会ってもらいたい人？あの、はじめまして。
クリス、よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。岡部さん？あ、いや、それでルカ子。ルカ子？ああ、失礼。俺はそう呼んでるんです。その、女の子みたいだから。で、ルカ子は、この人は？その、前に話したことがありましたよね。お父さんのお客さんが泊まってるって。ああ、聞いたけど。それじゃあもしかして彼女が？はい。ルカ子の父親の知り合いというから、てっきりもっと年配の人かと思っていた。あ、違うんです。正確に言うと、お父さんの知人が連れてこられた方で。おお。それで相談というのはこの人についてなんですけど。その前に名前を教えてもらってもいいかな。いつまでもこの人じゃ話しにくいだろ。実は相談というのはそのことなんです。あの、この人が誰なのかを、その、知るにはどうしたらいいでしょうか。待ってくれ、ルカ子。それはどういう？記憶喪失なんだそうです。記憶喪失？はい。それじゃあ名前も？はい。どこの誰かも？はい。どうして？
わかりません。でも、どうして俺に？岡部さんなら、記憶を取り戻すいい方法を知っているんじゃないかと思って。ほら、岡部さん、よく人間の脳とか記憶とかすごく難しい話をたくさんしてたから。何でもいいんです。私が自分のことを取り戻せる方法があれば。ま、待ってくれ。確かにそういう話はしていたが、それはただ興味があるだけで、専門的なことは何も。そうですか。だったら何か身元を調べることはできないでしょうか。カナさん、本当に辛そうで。カナさん？仮の名前だからカナと。ルカさんのお父さんが名前がないと不便だからって。ずいぶん安直だな。いつまでも名乗る名前でないのだから、それくらいの方がいいと。岡部さん、なんとかならないでしょうか。せめて名前だけでも分かれば。なんとか力になってはやりたいが、やっぱり更新所なんかに頼んだ方がいいんじゃないのか。更新所？探偵さんみたいなものですか？ああ、でもそれだって何か手がかりのようなものがないと厳しいだろう。財布とかカバンとか持ってなかったのか？そういったものは何も。何も？別に大したものじゃなくてもいい。一つくらいありそうなものだけど。一つだけ。ただこれが手がかりになるのかどうかは。見せてもらっても？あれ、もしかしてお客さんかな。あ、まゆりちゃん。あー、ルカくん。ルカ兄さん、そちらの人は？うちに泊まっているお客さんで。好きなんですか？マユシーもね、ウーパのこと大好きなのです。もしかして手がかりというのはそれか？
ずいぶん古いみたいだけど。これ森の妖精さんバージョンだもん。森の妖精さん？うん、この前やってた映画に出てきたんだ。あ、ほらマヨシーも持ってる。